っきり言わしてもらうけど、感情で言わしてもらうけど、あんなんで死んだわけない。それでなんで俺の死んでおらないしが釣られんの。いつまで続けんのそれ、本当に。2番もそう、8番の芯折ってないのになんで俺釣るの。6番の4番占いって芯かい。4番目線も俺の5番占いのが納得だろ。クソ弱いなって思ってるよ。あんだけヘイトあためて8番釣った人間がいるのに、8番新進行で置くのかい。4番さん、じゃあ負けた方がいいっすよ。絶望してね、1番さん。俺白だから。2番言ってください。わからない。もうわかりません。さ、チンペ。チンペこれで、チンペに勝たしてやろう。マジで、これ以上チンペな、もうチンペとやれない。これでチンペ間違えたらマジでかわいそう。俺、せずに思う。これチンペ勝たしていいと思う。マジで。チンペをこれ以上マジで。チンペ投票が終了しました。分からんぞ。はい、余っている役職がランダムで振り分けられます。役職見えない。あなたの役職は無事狂信者です。夜が更けました。人狼に気をつけてください。準備運動はここまでだ。ショータイムの始まりだ。はい、じゃあ6戦目やっていきます。夜が明けました。昨夜は誰も死にませんでした。発言ターンに入ります。9番のプレイヤーが発言します。はい、村人陣営です。特に使用はありません。そうですね、俺一人目なんで、できれば俺までに盤面は固めてほしいかな。俺の盤面で出てもらうと、やっぱりちょっと考察する時間が短くなっちゃうんで、はい、盤面は固めてほしいとは思ってます。やめろ、天下とか。かな。まあ、一周目しか皆さんの発言って俺聞けないんで、もちろん二周目聞いて、一周目で釣り位置と言いますけども、二周目の発言聞いて変わる可能性もあります。はい、変わる可能性もあります。それはもし俺が生き残ってたら噛まれず、生き残ってたら2日目しっかり説明しますね。はい、以上です。1番のプレイヤーが発言します。まあ9の1だったら9のような発言になるのはまあ当たり前かなと思ってますね。9番の1でそもそも1番目で喋る時間まで短くされるときついよねっていうことなのかもしれないですね。だからそれに関しては別に何の違和感もなかったと思ってます。だから9番を2周目、予想は特に何も落ちてません。場面の話は別にいいかなって、固まってからでいいかなと思ってるんで、まあ僕の思考開示として基本的に思考の転換が起こった時の理由がめちゃくちゃ大切だなと思っていて、その人の色にめっちゃなると思ってるんで、白にも黒にもなる思ってるから、思考の転換の理由はめちゃくちゃ大切に聞いていこうかなと思ってます。あとはまあその人視点に立った精査っていうのが大切かなと思ってますね。自分視点だけでなくて、その人視点に立った時にどう見えるのかなっていうのは考えて精査すべきだなと思ってます。2番のプレイヤーが発言します。はい、まあ9番に関しては2周目だけど、まあ二通りはあるんじゃないかな。9番視点で本当に精査がしたいっていう意欲でまあ、こういう発言をしたのか、または防衛本能から言ったのか、まあ、半々ってところなんで、ちょっと微妙なところですね。はい。一番はそうだな。一番にね、思ったことはね、一番はなんか主張が強そうだなと思いましたね。9番のことをさらっと触れたんだけど、
1番は自分の話がしたいような形に聞こえたんで、1番は自己主張が激しいのかなと思いました。これは別に黒いとかではなくて、1番は9番の精査よりも自分の話がしたいのかなっていう印象を受けました。うんうん、まあ、それぐらいですね。はい。また2周目。さようなら。3番のプレイヤーが発言します。はい。占いでランダム4しろ。うん。まあ、2番さんね。1番はね、自分の意見すっごい頑固感あるよね。俺もそれはすごい思った。うん、まあ、9番さんはね、自己防衛感もあって、俺も9番の1番っての1だった時に、9番と同じような発言をするんだけど、自己防衛感をあえて消してるようなイメージがあって、ごめん、雑に。これ俺の主観だけ。だからちょっと怪しいと思ってます。はい。自己防衛感をあえて出してる人間なのか、あえて消してる人間かで、9番の進行論でかなり変わってくるんで、自己防衛感出すことって。それだけ言っておきます。まあ、1番に関しては俺も頑固かなと思ったし、まあ、二番がそれを言ったから別に二番が白いとは思ってないけどね。まあまあ、これは二周目で盤面固まってからでいいとは思ってます。まあ、レノはポンと出てきてほしいし、騎士も出てきてほしいけど、まあ、ムラリがあるなと思うムーブでやってくれるんだったら、俺は構わないと思ってる。ただ、占う可能性もあるかもしれないから、なるべく占い地に入ってたら出てほしいっては言ってほしいです。はい、四番白です。以上。四番のプレイヤーが発言します。はい、おはようございます。村人陣営です。聞こえたか。サンバさんが僕に白を吐くいたしました。聞こえたかこれ。キュバンさんに関してはあんまそのなんかな、自己防衛感っていうよりかはその自主点の話がメインだったから、まあその気持ちはわからんでもないかなとは思ったから、一番がさらっと触れるのに別に違和感はなかったから、二番さんが言うその一の主張が激しいっていうのは、そうでもなかったかなと思うし、まあほぼほぼ9-1、二周目なんじゃないかなとは思ってるかな。うん、そのくらい？あ、そのくらいですかね。かっこいいなこれ。はい、以上。5番。著しくかっこいいな。のプレイヤーが発言します。うん。4番は白いなって思いましたね。三が偽でも4は白だろうなって思いましたね。理由としては3番が1番に対して頑固感があるっていうような精査。自分もないな、そんなことあるかなっていうふうに自分は思ったんだけど、そこを4番がしっかり指摘できてた。仮にも白先を出してくれている3番に対して、そんなことあるのかなって思ったって4番さんが落とせるっていうのは4番さんの白さかなっていうふうに感じましたね。9番2番に関しては人外だろうが村人陣営だろうが言える発言だと思っています。なので2周目1かなっていうふうには思ってます。3番単体の精査としてもわからないですね。対抗と比較してみないとわからないと思っていますね。以上です。6番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。占い師でした。5番白です。5番にランダム白が出ています。把握お願いします。まあ、9番さんは、まあ、2周目を聞いて釣り位置が変わった時に次の日生きてたら言うって言ったのは良かったなって思いました。ただ色じゃないです。1番さんは、まあ、9番の1だったらそれを言える、それを言うだろうっていう精査で、まあ、ここも色落ちないかなと思っていて、2番さん、3番さん、ともに1番さんが自分の主張をしたい人物だって言っていて、まあ、3番さんがそれに乗っかった形になっているなっていうのは印象が受けました。4番さんに関しても特になんか黒要素とかは拾えてないです。カリウドは私視点では出てほしいと思っています。出てほしいということをお願いしておきます。以上です。7番。のプレイヤーが発言します。はい、おはようございます。村人陣営、特にしようありません。3番さんと6番さん占いし結果も把握しました。まあ、一番黒いなと思ったのは5番さんから、3、4否定に入るのが早いのと、3についてわからないのに対抗出てからっていう、その対抗出る前提の考えっていうのは違和感を感じるかな。まあ、そういう人気村は平和村になりにくいっていう前提があったとしてもね、と思いましたね。はい、だから6の神滅下がってて3番さんには5を占ってほしいと思う。グレーに関しては1番さんが気になったから、その位置で噛まれ系にいると思った。
まあ、イコール狂人否定かなと思った。なぜなら、噛まれ懸念をするってことは、22になるとは思ってないってことだと思うから。出てくんなよ。21になると思ってないってことだから、あれごめん、ちょっと、ここは整理して西の話を。出てくんなよ、出てくんなよ、出てくんなよ、出てくんなよ。発言します。出てくんなよ、出てくんなよ。はい、お願いします。村人陣営特にしようとはないです。よし、現状ね、7番さんの視点が結構近いかなと思ってて、5番さんっていうのは3番さんに対して偽軸を追って、4番さんが、あ、違う、4番さん白いなって、3番を偽でも4番は白いなって、3番を偽軸でいきなり置いたっていうのは、どういうことだったのかなと思ってたのが気になった点。それで7番さんに対して5番さんが黒いから6番さんの芯がないっていうのは結構理由は納得いった。ただ最後の方のちゃんと5を占ってほしいなっていうのは、もしあなたが、まあ、村だったとあったとしても、ちょっと必要はなかったかなとは思ったかな。うん。そこはちょっとマイナス点だったかなと思って。2番さんに対しては1番さんに対しての叩きがちょっと雑かなとは思ったんだけど、まあ912に関してはまだ2周目なんじゃねえかなと思ってます。はい、現状7番さんの印象はとてもいいと思ってます。9番のプレイヤーが発言します。うん。出来上がった。霊能出てくださいよ。俺生産無駄になるんですからね。出来上がった。霊能とこ。一番霊能ね。はい。出来上がった。以上です。5番が言ってたのって、3を偽軸で折ったんじゃなくて、仮にも3が偽だとしても4が白いって言ったんですからね。3を偽軸で折った話は全くしてないですよ。はい。7番さん、8番さん。ただ5は気になってはいます、俺も。5って、急には、村だろうが人外でも言え、村でも言えるし、人外でも言えるって言ったんですよね。急にが。あれ、一番はと思ったんですよ。なぜ急にになったのか。一番はごめんなさい。めちゃくちゃそっか気になってしまいましたね。うん。まあ、7番さん、8番さん、ちょっともう一回聞かないとわかんないですね。多分俺の捉え違いじゃなければ、はい、5番さんって、偽軸で追ってるんじゃなくて、偽だとしても4が白いって言っただけだから。で、ちょっと気になるのが、7番さん、1番さんって俺の把握漏れかもしれないですけど、噛まれ懸念ってした、しますわかんないです。俺、それは把握漏れです。1番が仮にしたとしても俺の把握漏れです。したかなと思ったんで。はい。現状は7、8と言っておきましょうか。1番のプレイヤーが発言します。この位置なんで、乱指定とかはしません。人気投票でいいと思います。この位置なんで、ちょっと何も言えないですね。現状、まっとうだなと思ってるのは9番。9番は言ってること特におかしいとこはない。7番に言っとくと、俺は噛まれ懸念の話なんて1ミリもしてないんで、8番が7番の底を聞いていて、7番の印象がすこぶる良くなる理由があんまりわからなかったこと。8番の5番殴りはめちゃくちゃ不当だった。7番の5番殴りはまあ3、4の浪否定が早すぎる。これはわかる。これはすごいわかる。8番の5殴りはめちゃくちゃ不当。5番は3番のことを9番も言っていたが、特に偽軸では追っていない。仮に3番が偽だったとしても4番は白だろうと言っている。ただ7番の言うように3番4番の否定5番めちゃくちゃ早すぎる。3番という人物が後半一に白を打っている盤面下において4番の1周目の発言において3番4番否定は早すぎる。だから5番のそれは確かに違和感。7番のその最後の1番に対するあれはどうだったのかがちょっとわからないんで7番は答えてください。僕は噛まれ懸念の話なんて1ミリもしてない。ただのこれは把握漏れかもしれんから7番と黒寄せにはならんとは思ってる。2番に聞きたいのは1番に対して自己主張の激しい人物だと思ったのであればだからどうなのっていうそこまでの精査が欲しかった。2番して1番が自己主張が強いと思うから何なのっていうのが欲しかったから自己主張が強いだけで終わらせてしまった場合2番の1番への精査って無駄な精査になってると思うから。現状はまあいいわ俺は言わないですね。はい以上。2番のプレイヤーが発言します。それ以上のことを言う必要はなくて、というのも一番は若干役目で見ていたからそれを俺が言うのは無駄りがないと思うんだけど、だからあそこで留めるのが一番ベストだったと思いますけど、
はい。多分7番のカマリケネンは1じゃなくて9のことじゃないかなと思いますけど、9番は確か初週の話で、まあ明日普通に生きてたら言うわみたいなことは言ってたんで、多分9番のことじゃないと思いますけど。うん、まあ、そうだね、5番の3、4の否定が早いっていうのはわかるかな。だってね、5番の言ってたのって、急には村でも人外でも言えるって発言を落としてたんだけど、4番のその発言は、じゃあ人外では言えない発言なのって思ったから、5番視点での2級と4の差別の対象の仕方が気になったかなと思ってるんで、5番は若干気になっていますね。はい。8番の方がでも俺は気になるかな、7番と8番だったら。多分7番のその叩かれてる要素っていうのは、そのカマリケネンの部分だけだったと思うんだけど、俺は別にそれはわざと言ってるとか、捏造してるように聞こえなくて、純粋に1と9を間違えているだけだと感じたから、8番の視点が気になって、7がなんか5を占ってっていうのは村ならいらないと思ったって発言を落としたんだけど、別にそれは7番の視点だから別に8番がそこで7番に言うべきことじゃないし、2が石に叩いたのが少し雑って言ってたけど、叩いてないよ俺は。自己主張が強いんだなって落としただけなんで、はい。だから8番っていうのがところどころなんだろうな、違和感があるんで、個人的には8番落としたいかなと思ってますね。3番のプレイヤーが発言します。個人的には俺5を落としたいけどね。5番のクルー要素っていうのは、3番に対して、多分この人って俺のことを偽置きしてたんだよ。3番に背負っても4番は白い。3番が1番に対する頑固がおかしいって言ってたんだけど、5番さんさ、一番最初に1番を頑固みたいな話をしたのって、俺か ?5 番さん。2番じゃないか?俺が2番に雑に乗っかっただけじゃねえか?なぜその後に2番と9番は村でも人外でも言えるって制裁になったのがおかしいんよ。で、仮にね、仮に6番が狂人で5番が狼だった場合って、囲えてるの知ってて7番、8番が5番を殴って、3番が5番を占いって俺は言わないと思ってるから、5番、6番が狼。俺はここに今行き着いてる。で、7番、8番はついたくないから、この後の初週発言、では、釣りたくないから、2週目の発言を聞いて、釣り位置は考えるけど、7、8釣りたくないから2級になるよ。で、今は9番に行こうと思ってるよ。9番さんの明確な苦労さはないけど、9番さんが7番、8番がおかしいって言ってる利点が分からない。2番には1点同意したところは、8番に対するヘイトは同意。7番目線は5番が黒いと思ってっから、6番が偽を主張してて、3番が5番を売らないって言ってるから、8番が7番に対して、5番を売らないって言ってるのはおかしいんじゃねえかって言ってるから、そこは2番が言ってることが正論だから、2番と9番を比較した場合にはごめんなさい、9番に行きます。9番さんは初週で私はヘイト投げてます。あなたの防衛官は消そうとしてるからって。はい、今のところこういうふうに言ってます。はい、5番さん役ないね。いいね。はい、以上。4番のプレイヤーが発言します。いいか。5番さんそこまで来るか思えんかな。ライン金だ。5番さんがもしローだった場合、5番、6番の狼を提唱するんであれば、5番が狼だった場合って、ライン金だいいから4を白しする 3、4否定を、3、4、3が2でも4が白いなんて言うかな。ラスボジーチ入んなくていいから。だった場合に結構戦いづらくなる。すればいいから。5番が村だったら。5番が地だったら出ればいいだけだから。4番囲えてんだったらもうラスボジーチ入れなくていいんだよ。だって3番さんって2番さんに対して雑に拾った要素って今、口頭で言ったっすけど。雑に拾った要素ん絶対4番囲えてる。雑に乗っかったか。雑に乗っかる必要あった?じゃあ2番さんの1番さんの叩き方って2周目、1番さんが役だったから、2番さんのそれってとどめたって、それで印象よく、これ4白か。見せようとするならば何ぼでも言えないかと思ってるから。俺は絶対黒打ちますよ。破綻してもいいんだよ。噛まれるか打つかだけ。7番さんが言う、5がそれを弾いたから、6の新芽が下がったっていう論が俺にはよくわからんから。ご苦労しますから。うん。ケンさんの心の声に共感やろ?うん。いや、俺雑に1番殴ったよ。ちょっと占い真偽はまだわからんけど、6番さんの2周目いかんと。俺2でいいんじゃないかなと思うかな。ゆっくり?7番さんが落とした、カマレケメンって多分9番さんのことで、それは2は拾ってたけど、俺2か8でいいかなと思ってるけど。5番、4、7か、4、9かこれ。4番はとことん白いなぁ。これで3、4に見える。みんな早いって言うけど。
みんなが遅いんだよ。おー。判断するのが3、4に見えないっていう風に判断するのはみんなが遅いんですね。自分が早いんだ。まあ、俺噛んでもいいんじゃないですか。はい。言わせてもらいました。ありがとうございました。吐くな。で、3番さんが4番さんも拾ったけど、無駄に2番に乗っかったって言ったけど、役職のあなたがそんな無駄に勝っちゃダメでしょう。いいんじゃない？だから、1番叩いたから。3番がちょっと偽っぽいなって初週は思ったんですよ。でしょ？だから3、まあ、偽だったとしても、4番さんっていうのが、白いんじゃないかとさせてもらった。一番自分の発言を汲み取れてるのは9番ですね。で、その9番を釣り寄そうとしてる3番っていうのは2戦目だと思ってますね、現状は。はい、自分は9番には行きたくないですね。どうなんだろう。この後の7、8の発言を聞いてからだけど、自分は2周目も2番さんに関しては特におかしいと思ったところはなかったので、まあその頑固っていうのは多分価値観の問題だろうなと思ってるけど、2番と3番の違いって役職持ってるか持ってないかの違いだから、3番乗っかっちゃダメだと思ってるけど、7、8だね。7、8の発言を聞いて、まあ決めようかなって思ってますね、釣り位置は。6番のプレイヤーが発言します。出現しろ、出現しろ。はい、2周目よろしくお願いします。まあ、対抗の3番さんの意見を聞くまでは、8、9、どっちかで釣り位置で上げようとしていました。9番さんは、7番さんに対して、1番さんの噛まる懸念はないって言ってるけど、自分の発言で、自分が噛まる懸念のような発言をしているって分かっているのだから、9番さんが7番さんに対して言えたと思うんですよね。その発言をしたのは私ですと。それを言わなくて分からないふりみたいな感じが臭いなと思っていました。ただ3番さんが5番さんを釣り位置に上げた後に絶対飲めないです。9番さんを釣り位置に上げているのが、ないかなと思っていて、まあ、7番さんが、5番さんに対して4の白置きが早いっていうのはこう納得がいくんですよね。まあそうも見えるだろうと。それに関しては、私は私の指名が下げられてるとは別にもう、それを言われてますけど、別にそこはおかしい発言だとは思ってなくて、4番さんが、2番さんを釣り位置に上げた理由っていうのがなかったのが気になっていますけれども、3、4だった時に、2番っていう位置を、釣りに行く必要がないのかなっていうのは思いますかね。8番さんは、まあ、5番さんの精査が、こう7が言ってた流れに乗った感があるので、まあ、8番さんでいいかなと思います。3番さんが7と8を釣りたくない理由もなかったと思うので。7番のプレイヤーが発言します。はい。まあ、僕が言ってた噛まれ懸念に関しては9番さんが言ってたってことを把握漏れしてましたね。ごめんなさいね。僕自身ちょっと自信なかったんですけど、多分1番さんだったかなっていう感じで言いましたね。ごめんなさい。はい。では、その噛まれ懸念に関しては、まあ、初週のね、その段階で噛まれ懸念をするってことは、要は、2-1だった場合っていうのは、霊能者に神が起こることが多くて、2-2になる可能性があるっていうことを分かる人物、人外だったらね、が言うと思うから、強人否定ができると思っている。したがって、ロー。色が見れるなら、ローか、村。どちらかなんじゃないかなっていう考えでしたね。5番さんに関して9番さんから指摘をいただいたんですけど、僕って別に5番さんが3番さんの偽を追ったとかっていう発言に対してではなくて、5番さんは3、4早い、俺が早いんじゃない、遅いって言ってたけど、そんな強い要素ってなかったと思うけどね、1周目で。2周目で分かったと思うよ、3、4してって。だから結果論でしかなくて、そんな言われることじゃないと思って、まぐれっていうやつ、で、それで別に俺は5番さんが3を2摂取したところとかじゃなくて3、4が早いっていう部分と、5番さんって3番さんの精査に対しては分からないって言ってたのに対抗出る前提で考えてたからね。要は分からないってことは平野村の可能性も追うべきだし、なぜ対抗が出る前提しか追ってないんだろうっていう違和感を拾ったまで。はい、そんな感じですかね。僕は9番さんが釣りたいと思ってます。8番のプレイヤーが発言します。4級じゃなければ9、釧路か？
で、結局7番さんに関しては釣り位置どこなんですか？言ったやん、それ。で、占い師に関してはどっちが真偽なんでしょうか？なんか7番さん分かんなくなっちゃったな。いや、これ8直線。占い師に関しては6番は絶対偽だと思ってます。6番っていうのは最初に、3番の話を聞く限りだと7、8番に行きたいと思ってたんだけどなーって。やべ、これ8は絶対落とせない。で、結局釣り位置8なんだ。6番って2級にヘイトを持っていこうと思ってたのに、結局8なんだ。で、6番さん目線って、今、ね、対抗の3番が出てる1番霊の角。うん、これ大きい。グレー広いじゃん。わかんない。騎士かもしんない。なぜ役を出させようとしないの？もう一人の騎士を。それがすげえ、あれかなと思ったから、今現状6番にせ。で、直近の7番さんが、そこを拾えなかったのもそうだし、グレー位置に関しても釣り位置上げないし、占い審議もしてないから、正直7番さんでいいかなって思っちゃったんだけど、それまでは2番さんが1番さんの日ね、役をすかしたら申し訳ないっていう発言に対しても、ん？だったらじゃあ2番さんと1番さんにそういう風なあれしてたの？まあ、叩いたのってのも一瞬思ったんだけど、これ8騎士かな？ 7 釣りでいいかなと思っちゃったかな。5番さんに対しては、うん、3、4に見えるって言っときながら結局なんか、どうなのかなって、なんか全然、色見えないなっていう感じかな。やばいけど8。今日7番でいいかなと思ってる。全プレイヤーの発言が終了しました。4が9、2番が7、8、7番は9、8番は7。LINE が見えるのは4、9、2、2、4はない。5番に行こう。いや、9番に行こう。若者よ。そう簡単に結論を急ぐな。投票が終了しました。8村じゃない？追放されるプレイヤーは、8番、8番の遺言を発表してください。待って待って待って、なんで俺釣りになんの？騎士だ。まあ、いや、もうしゃあねも。お前騎士だろ。ごめん、絶対6にせ。っていうからね、はっきり言うよ。俺占いないよ。4白出てんだわ。それまでは5番怪しいかなと思ったけど、直近の7番がやってることおかしいわと思ってるわ。騎士でなくて正解ね。で絶対裏かけてね。俺も自信なんだ。は？多分6狼3番強人で追ってて、6、6の相方か、多分ね、7だと思うんだよな、今の発言。もう5か7だと思ってる。5白だぞ。てか、なんで俺釣られるかがわかんねえんだけど。6狼？3番っていうのは9に行ってんのか。でもし3番が狼だったらもうほぼほぼ3級は来てと思って。ね？頼むよね。よろしく、絶対ロラかけてね。ごめんなさい。夜が更けました。やば、こいつ。人狼に気をつけてください。やば。やば。え？狼だよね、これ。48は ?48 なくね？いや、48あるか、これ。めんどくさ。48。4番、2番にヘッド切ってるしな。もうまあ、とりあえず白打ちよ。準備運動はここまで。とりあえず白打ちよ。白打ちと。夜が明けました。無理だ、これ白打ちない。昨夜は誰も死にませんでした。発言ターンに入ります。1番のプレイヤーが発言します。6番さん、結果は、6番が4白。3番が5白ね。8白ね。あのさ、まあもう、俺だけで言っとくけど、まあ35の精査、36の精査してくださいね。まあ釣り切ってくださいね。100% 釣り切りで。8番に言っとくと、あなためちゃくちゃ釣り位置だったの。かつ最終発言において7番って釣り位置しっかり上げていた上に3番6番に対する精査で6番にだけなんで騎士出したいと思わないのって不平等精査めちゃくちゃしてて、あんた釣られるに決まっとるやん。自分の発言客観視して聞いてごらんってめちゃくちゃ把握漏れはしてるわ。黒い輪なんだよ。わかる？ねえ、釣られるよ。なんで釣られないと思ったんだよ。むしろ頼むよ本当に。まあ8番4しろね。まあ仮に8番が強人だった場合に
4白かぶせるかな。4番はもう隠し白でしょ。3番老起点だった場合、2か7。7番視点で9番を釣りたいって思った理由って何？ 6 番が偽だと思った理由って何？ 3 番が死んだと思ったから多分9番釣りたいわけでしょ？それ答えてね。まあ、とにかく3、6釣り切りでお願いしますね。はい、以上。5番は2周目白くなったと思うよ、俺。2番のプレイヤーが発言します。まあじゃあ36どっちから釣りたいか言っておっしゃったけど、8番強靭なんじゃない？俺8番のシーン追えないんだけど。8番なんか自分が釣り位置にないとで、なってないとでも思ってたのかもしれないけど、そもそも論の話、まず9番が7、8どちらか。で、1番が9だけ釣りたくない。で、2番が7、8だったら8。まあ、3番が9。まあ、4番が2。まあ、5番も、多分方法9、2ではなくて7、8って形で、6番っていうのも7、8の方でしょ。8番どこで自分が釣られないと思ってたの？で、なおかつ7が釣り位置上げてないって言ってたけど、7、9釣りたいって言ってたから、だから8番は死んで見れないと思うんだけど。はい。おうしたら言うの死んで。だから、まあ、4番も5番も、もう隠しろですね、俺目線だと。だから7、8に狼ってなるんだけど、7じゃない、7、9に狼ってなるんだけど、7、9だったら、7の方が俺は気になってるかな。7番目線で9番釣りたいって言ってたけど、7番は自分で間違っていることを認めたよね。認めた状態だったら多分9番の黒要素って7番視点でなかったと思うんだよ。なのに9釣りたいっていうのが、俺は7番分からなかったかなと思った。はい。だから7と9で言ったら7の方が黒いなって思ってますね。はい。3と6だったら、正直、6の方が新っぽいんだよ。まあ、その理由は、まあ、僕は噛まれないと思うから次の日も。だから3釣る。3番のプレイヤーが発言します。まあ、進行点2個あって、もうめんどくさいからはっきり言うけど、騎士が1人出てグレーを詰めるか、3番、6番、8番のロラをして、3人場面、4人場面になった時に狼を見つけるのか、ただ3番、6番が死んじゃないという主張するんだったら、4番、5番の白も消せるわけだよね。4番って隠し白状態だよね。8番も4番にしろ、3番も4番にしろ、6番も4番にしろなんだから。だから5番を弾けるかどうか。で、5番を弾けるんだったらグレー詰めればいいだけ。3番があんなんで死んだわけないだろ。2番目線で3番、6番死んにうんぬんではなくて、8番で強靭が落ちている視点があるんだったら2番目線で騎士を出し、7番、9番でロラをかければいい。それだけでしょ。俺は9番に行くよ。6番さんがまず8番9番を釣り位置だったって言ってたけど、8番と9番って対立してるんよ。6番さん。8番は7番に対してのヘイト云々で、9番に関しても8番に対してのヘイト向けてるんよ。だから9番8番が釣り位置になるわけがないと思った。俺は5番が黒が出ると思ったけど出なかった白。だから9番だと思う。9番騎士も絶対ない、あの自己防衛感は。だから俺は9に投票する。騎士ないでしょ、9番さん。8番死んで置くの？ 1 番さん。勘弁してよ。あんだけ投票入れて8番に釣ってる人間がさ、8番のシーン置いてロラかけんの？どう考えても強靭だろ、あんなの。はい、以上。4番のプレイヤーが発言します。いや、8番新世界もあるとは思うかな。ねえだろ。まあいいんだけど、8。6番目線で、3番を偽死してる状況下で、3番が7番8、7、8に行きたくなくて9に行きたいって言った場合に。まあ俺釣られていいんだけど、別に。は難しいな。むちゃくちゃ難しい。でも8番新世界を追って、でも、5番は白なんじゃないかなと思ってることに関して、5番黒だった超強い。5番、6番、狼だった世界線で、5番って3番、4、4番の否定に入らないと思ってるし、この状況下で6番が4白打つメリットってなんだろうな。隠し白をわざわざ作る必要があるのかと思ってるから、
まあ、ちょっとわからんけど、現状、難しいな。8番新世界で置いた場合は、3番、6番どちらかに狼がいて、2番、7番にラストウルフがどちらかにいると思っています。と思っていますよ。今日6番、3番のタクでお願いします。僕は3番さんに行こうかなと思っているかな。はい、以上。5番のプレイヤーが発言します。6番の4占いもわかんないし、3番の5占いもわかんないし、3番に関しては6、5、6、6、9、強鎮で追ったから5番占ったんでしょうね。9番を釣りたがってたわけだし。やめろ、オルガさん。すぐちょ狙わないけど、偽。そうやな、メタで俺に捨てつけるよな。難しいなぁ。4番、3番に行くんか。4番隠しろな。6番に関しても俺4占いはおかしいと思ってんだよなぁ。まさかこれ6番釣られに来た。6番って8、9を疑ってたんだから、6番の4占いの理由を教えてほしいと思ってますね。6番の4占い。これ5じゃないの？この視点の変化って。これ5番じゃねえの？ 5 番隠しろだったら6番って8、9を疑ってたよね。最高の盤面作ってんじゃん、俺。5番黒だったら。9番の疑う要素って何だったのかな ?6 番は。3が9に行くって言ったから9番否定はしたけど、結局8番が連れてるわけだから。まあ、1かめばいい。6番が9を疑ったところ、俺9疑ってないんだけど、今の現状ではね。ちなみに8進確定ですよ。俺目線。まあ、8番強靭だと思ってますね、自分は。6、3の精査でいいと思ってるんだけど、6番の4占いの理由。で、9番の高橋要素。強いムーブは3番を釣って1番を残して3番の白結果を出す。これが強い。ただグレーを噛むっていうデメリットがある。はい、もしくは4番を噛むから。2日目よろしくお願いします。4番さん占って4番さんが白でした。俺は1番。4番占った理由は、8番さんが、占い使用して死んでいって、白結果で強靭って分かったけど、4番さん、を占わないことには話が進まないと思ったので4番さんを占いました。9番さんがおかしいと思った理由っていうのは、7番さんに指摘していた部分の話で、7番さんがこう把握漏れを起こしているっていうのを、多分9番さん自分の発言だったらわかると思うんですよね。自分のことだと。でもそれを言わずに濁しているところが臭かったんですよね。だから9番って言いました。それを言うなら、3番さんが9番さんを釣りをしている理由、7番さんが9番さんを釣りをしている理由の方が分かります。全然それでいいんで、26だったら、はい、26で。その自己防衛感か、釣られ懸念とか、そういうところで拾っている可能性で、俺は死んだと思って、俺は釣っていいっすよ。全く分からないですね。俺は新感情出すだけなんで。そう思いませんか？騎士っていうのは出たんですかね、うん、ここに関して、5、4じゃなくて、7、9、2の中から騎士が出た場合って、売れ詰めな。3番さんを釣って占ったら勝ち確定なんですよね。うん、だから出てほしいと思うんですけど。あ、5番騎士なんだ。5番さんが騎士ということで、3番さんが9番さんを釣りをしているのが、じゃあどこだろう。すごく6、私視点はわからないんですよね。6、7、2、6、占ってみないとわからないんですよ。これ6、9か。だから3番さんに行ってほしいと思っています。6、9か。これ7番さんの9釣り押しは強靭名を感じたんですけど、8が出てきたからないです。6、9かこれ。のプレイヤーが発言します。バカな転覆してるよね。はい。まあ、何度も言うんですけど、なんか2番さんにも叩かれたんですけど、9番さんの発言内容から強靭否定ができる、色を見れる盤面において、黒が出たら狼、白が出たら村を弾ける、情報が落ちる人物を落とすことに、かなり利があると思ってるから、9番さんを釣りをしましたが、8番さんの発言が僕へのヘイト、釣り位置を上げてないとか、6へのヘイトとか、不当のオンパレードだったんでね、8を釣りをしましたよ。投票しました。はい。そこは説明してますから理解をしてください。はい。まあ、6と3は8の神経をしますよ。うん。8が死んで負けるのが一番嫌なんで。うんうんうん、はい。
あと、騎士出す盤面じゃないっすよ。騎士が出ないイコール、1番さんにグッジョブが起きてるってことですから、グレーで紙が起きる、もしくは占い師で紙が起きてたら、騎士は出てきますから。なんで炙り出そうとするんですか、6番さん。でしょ？出すメリット、皆無なんですけど。むしろ最終日まで潜伏しててもらっていいんですけど。特に5番さんだったら。うん、6から釣り入れます。まあ、6さんはロダするんで、そこに関しては安心してください。2級今迷ってますが、9に対しての要素っていうのは、単純に色を見る過程で落としたい位置。2番さんの私へのヘイトっておかしいと思いましたけどね。どうやろ、うん、まあ、若干2に傾いてるかな。っていう感じですね。まあ、5番さん騎士で結果的には良かった。目的には隠し色じゃなかった。9番のプレイヤーが発言します。2の7の精査って別におかしくなかった。7番って俺に情報が落ちるだけで釣り位置に上げてるんですよ。やべ、これ2級だ、どっちか。白い黒いもなくて。7番って2周目って限りなく5番さんに説明かヘイトを向けてるんか分かんないですけど、ただいて最後になんか俺のことちょっと言って9番釣りって言って、まあ8番はめちゃくちゃ把握漏れしてるんで、で7番も8番もめちゃくちゃここ場面で叩いて入れてるのにかかわらず8番のシーンも持ってるんでしょ。8番のシーンなんかないでしょ。カメさん言ったって。明らかないでしょ。動画化したやつな。うん。レベルで6番も8番が偽って言ってるんだから、グレ釣りなんじゃないですか。そうだそうだ。なんで6番さん3釣りになるんですか。うん。8番さん偽なんでしょ。うん。じゃああなた目線297どっか詰めてどっちか片一歩占ったらもう悪いじゃないですか。うん。その人の黒良さ上げればいいだけでしょ。うん。はい。騎士まで出して騎士出すんだったら普通そうなんじゃないですか。うん。はい。俺は7いきますね。よし、オッケー。7いきます。7いこう。8はもう強靭でしかありえないです。うん。8の芯はどこにあったんですか ?1 ミリもないでしょ。OK。強靭でしかありえない行動をしています。うん。はい。うん。7行こう。で、現状、今んとこは6、7、狼で見えてます。OK、うん。はい。3番も俺疑うのは意味わかりませんが、仮にも6番さん目線、3番が俺疑ってるんだったら、俺は弾けないですか。うん。はい。8番強靭なんでしょ。じゃあ、あなたの目線、3番狼じゃないですか。全プレイヤー。7行こう。私が悪人ですって？もう怒りますよ。うん、何これ？何これ？投票が終了しました。追放されるプレイヤーは。あなたは他のプレイヤーにより追放されました。あのね、遺言を発表してください。あの、こんなに票が割れて、俺が釣られるのがめちゃくちゃ不当で、8番のシーンを追っかけるんだったら、1番言ってるに占いローラをすればいい。8番のシーンを追っかけないんだったら、4番、5番が騎士だった場合にはめちゃくちゃムラリはないが、7番、9番、2番に騎士が出てきた場合にはめちゃくちゃ強い盤面になるから、騎士を出したんだよ、7番さん。9番の発言がめちゃくちゃいい、白い。で、7番が2番にヘイト貯めてる状況で、9番が7番の、2番のヘイトを切って7番に向けたところが9番の狼要素がないと思った。なおかつ6番が9番に対してヘイトを向けて6番が9番に投票している。1番さん、絶望してください。その安定進行。私の白結果見て。いつまで続ける？はっきり言わしてもらうけど、感情で言わしてもらうけど。あんなんで死んだわけない。それでなんで俺の死んだ俺なしが釣られんの？いつまで続けんだそれ。本当に。2番もそう。8番の芯折ってないのに、なんで俺釣るの ?6 番の4番占いって芯かい ?4 番目線も。俺の5番占いのが納得だろ。くっそ弱いなって思ってるよ。あんだけヘイト、貯めて8番釣った人間がいるのに。8番新進行で置くのかよ、4番さん。じゃあ負けた方がいいっすよ。絶望してね、1番さん。俺白だから。夜が更けました。人狼に気をつけてください。まあ俺ほんと白なんだね。
で、6をかめたら9ねえから2番か7番かな。なんで、俺に名は消費したいのはやっぱ狼だから2番だと思うけど、まあ、俺はいいわ。村に濁せばいい。これが狂人の仕事だ。夜が明けました。死ぬらないって言ってるし。昨夜は1名の方が亡くなりました。これめちゃくちゃうまい。5番。で、俺の白結果だろ？俺の白結果だろ？プレイヤーが発言します。うん、俺の白結果出すんだろ？で、6番、破綻。2番さん黒でした。2番さんが黒でした。はぁ、2番黒。まあ、2番さんは、なんか、私の芯が高いって言っていて、3釣りをしてるんですけど、8の芯を切るとき、確かにグレー詰めしたらよかったんですよね。さあ、俺が死んでも4番5番は白だて。私が騎士を出したことについて、7番さんが言ってるんですけど、あの、5番さんやったら特に出んでもいいって言ってたけど、あの、絶対に出る盤面やったんですよね。で、グレーから出た場合って話がすっきりするんですよね。3番さんが9番さんを釣っていて、3球でやっていたとしても9番さんを釣ったところで、早く例の結果出せよ、その次に、あの、じゃあ7番さんが出たとして、2番さんに、プロって言わないといけない場面になりますから、早く例の結果出せよ、ジンペ。2番さん村だったとしたら、3番白結果出せよ、ジンペ。そういう話で、絶対騎手出しは必要だったんですよね。早く白結果出せよ、ジンペ。2番さんが黒やったので、2番さん釣ったら終わります。いや、興奮してないよ。2番さんを釣ってください。以上です。一切興奮してない。ただのパッション。のプレイヤーが発言します。あの、例の結果まだっすか？さっさと出してほしいんですけど、例の結果。ほら、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 ほら。ほら。3しよう。ほら、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 ほら。5分や、お前ら。うん、じゃあまあ、よかったって感じですね。みんなの言う通り、8の神経をする必要もなく、8強人、3が神。ほら。6が、ロ。はい、3死んでも4番5番の白だけ。あとは2球はい、全員グレー。さあ、これ勝ったよ。僕は2番さんに入れた理由？9番さんって、仮に僕を釣り寄せるよりも、6、3の流れに乗って、最終日に僕を釣り寄せばいいと思ってるんですよ、情報量としてはね。だから、だって、僕を釣った場合っていうのは、6、3でも起きて、9番さんって最終的に2番さんと戦うことになるからね。だから、あの、占いを詰めた方が結構いいと思ったんですよ。流れ的に2番さんって僕へのヘイト向いてるから。黒が言わなきゃ、7黒か。ああ、ローメンじゃないのかなって思った。基本。感じですかね。うん。ああ、あとなんか、9番さんに対して、ロー要素がある。ロー、お黒が出たらっていう、だから別に釣り要素になり得ない。なると思うけどね、俺。全然。初日の段階において。あと、6番さんってなんで急投票して2占いなんですかね。あっちさん、どうした？何ですかね、5時までやんないと思うよ。わ、まあ、からないけど、まあ、とりあえず、9番さんと2番さんの発言を聞きますわ。寝落ち相手にした。3を釣った人は論外ですよ。以上。だろだろ言ったりよ。のプレイヤーが発言します。言ったりよ、7番。なんで3を釣ったの？ほら。なぜ？ほら、言ったよ。ほら、言ったよ。2番さんも8強人ロックしてるのになぜ3人ほら、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 ほら。2番さん目線って、ほら、ほら、ほら。8強人なんでしょう、うん、そしたら7球にラストウルフがいるんでしょうほら、ほら、ほら。ほら、出た。なぜ3番なのほら、ほら、ほら、ほら。これ欲しいのよ。これ欲しいのよ。5番、6番投手してるから、また直されてるけど。うん。これ欲しいのよ。6、7か6、2なんですけども、これ欲しいのよ。何番さんの発言ね。3日目の。なんで俺すんのって。7番って8番の芯も追ってたよね。結構8番の芯が、俺も8番の芯はないと思って、結構皆さん目線切れてるのに、7番って8番の芯を追ってたからこそ、占いするって言ったんでしょ？どこでそれが変わったの？俺の発言で変わったの？7番さん。そこも若干気になるかな。8番の芯も追ってたのにもかかわらず、俺は8番の芯なんか絶対1ミリもないと思ったから、絶対グレーズミルだったんやけど。旧ご主人っぽい。はい。うん。それもあると思うよ。うん。まあ、どうでもいいんだよ。
もうだから3、8どっちだから芯でしょ。ニーナノは考えさせて。さあもう自動的に俺芯になるんだよ。ただ4番、5番にしか白打ってないから、まあ、狼に対して白打ってないんだけど。なんで3番打つったか、マジで謎すぎる。まあ、いいですよ。5番の破綻がしなかった、はい。6番いきます。1番。無駄占いさせた。のプレイヤーが発言します。うん、3番を打った理由は簡単で、9番釣りをしたからですね。なんでよ。9番が一番白かったんですよ。3番って9、グレー詰めるって9番釣ろうとしてた人物だから、あ、勝ち急いでる人狼に見えましたね。9番に黒要素がなかったから。白だよ。3番は9番を釣りをしている人物で、かつ俺視点8番白結果って言っていて、3番6番ロラしてくださいって俺を言ってるのに、この人進行を曲げようとしたんです。ダメだもんな。あなたが死んだったら、6番釣りに持ってってくれればそれでよかったんですよ。俺が死んならグレー釣って次のシーン、シーンで勝てばいい。ましてや9番釣りなんて絶対ない。一番白いのが9番だから。2か7でしょ、3視点。だからあなたが釣られたんですよ。本当に？ウレイセイさんミスってんすよ。遺言で9番は白いって言ってるけど。本当に？釣られたことに文句言うのやめてもらっていいですか？うわぁ、切れてる、切れてる、チンペン切れてる。8番白結果なんですよ。チンペン切れてる。ドラが当たり前でしょ。チンペン切れてる。切れてる。いつまで続ける？俺白結果なんだよ。出現してない限りは。8番は別に出現はしてない。ただ、潜伏を選んだ人物。確かに芯を切れる要素としてはあるかもしれないが、わからない。これは怒ってるね。だからロラしろっつったんですよ。俺の信仰に従ってください。6番釣りって言えばよかったじゃないですか。言わないで。あなたが9番なんていう最白石釣ろうとするからいけないんですよ。9番最白だってよ。わかります？うん。いいよ。はい。6番釣ってください。6番の狼は確定しました。いつまでその安定信仰を続けるのって。9番弾き。9番弾きやって。2か7の2択でお願いしますね。明日。今日6釣り。2番のプレイヤーが発言します。いいんじゃない？なんか生きってるけど、だから残されたんじゃないと思ってるけど、今日の9番は白くないよ。9番はじゃあなぜ昨日7に行ったの？だって9番が7に行くっていうのは、7のラスローだと思ったから行ったんでしょ。生きてる。完全に生きてる。なのに今日なぜ2と7でぶらすような発言で不完一取ろうとしてんのかな。9番そこはちょっと臭くなったよ。俺は昨日の発言で自分の発言した段階だと6番が真で思ってて8番が教授に3番が狼だと思ってた。そうただ2周目の3と6の発言聞いてどっちも真切れたんだけど、どっちも真切った時って3と6だったら3を先に落としたかった。で3を3の偽の理由なんだけど、3番が9番を釣りをしたことじゃないんで3番の偽要素って、3番の5番占いが偽要素なんだよね。あの、5番の騎士って、俺透けてたんだよ。5番っていうのは、初日の2周目の段階で、2、3の違いは役を持っているか持っていないかっていう精査を落としてたの。だから5番視点で2番っていうのが役がないって透けてたのね。でも2番っていうのは引き死を一切透かしてないの。だから5番目線でその発言が自然と出てくるっていうことは、俺5番が騎士だと思ってた。なるほど。はい。3番の5占いが謎だし、そこで3番は2番に対して騎士を出してグレーを詰める進行って言うけど、じゃああなたはどこを騎士に見つかるの話だから。6級だったらチンペアさんマジ死んじゃうよ。はい、そこが3番の明確におかしいって言ったんだから。で、6番に関して言うと、これは9番が言ってたことなんだけど、6番はなぜ騎士が出たのにグレーを詰めないのじゃ。はい。騎士出てないよ。っていうところね。だからどっちも死んなかったんだけど、3と6だったら3の方が厄介だと思ったから俺は3落としたかった。2番熱動した。4番のプレイヤーが5番の騎士出る前だよ。7番の発見出た。めちゃくちゃ難しいっすよね。難しいよね、これね。これ難しいと思うよ。9番さん目線さ。これ難しいと思うよ。9番さん目線72なんだよね。どちらかなんだよね。6番。これ面白い試合だね。6番が今日2番を黒が恋する？する？これだった場合って6番って9怪しんでて9投票してて6番って9占いじゃないかい？9白もしくは9黒の方が強くないかと思ってるんだけどな。7もあるし、2もあるし、9もある。全部あるわ。わあ、むちゃくちゃ難しいよね。これ難しいよね。難しいよね。と、俺、死んだったら置いてもね。はい、今日6番って黒なんで、6行くんすけど、どっちだい、まあ、?3 番さんに言っておくと、まあ、8番強靭でわざわざあそこで出てくるかとは思うんすよね。じゃあ、あんた8死んだと思って8番なんだ。8番って釣られない。釣られなくして7にヘイト向けてるから。メタね、ブレインさん、メタで。どうなんだ？メタ生産やめたらいいよ。まあ、とりあえず6いきますね。メタは自由に使えるから。6番さん、あなた確定黒なんすよ。
そうだな、これ俺死んでおいても8死んでおいても全員グレーなんだよ。ま、あ、明日792の精査むずどうだろう、これで俺は5番に白を打った理由が分かったろ。5番騎士は分かってたんだよ、2番さん。これはいけそうやな。もうガチャやな、ガチャ。まあ、あとは頑張ってくれよ、ラスウルさんよ。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは、6番、夜が更けの遺言を発表してください。人狼に気をつけてください。いいぞ、6番。ご主人さん、いいぞ。いいねー、ピチャ。ピチャさん、いいよー。いいよー、ピチャさん。あ、村目線はね、今、6、7。69、2番の逆囲い。ここまで終わらなくちゃいけない。いや、俺もうあんま考えてないですね。69は俺ないと思ってるから、9は弾ける気はするよ、投票してるし。夜が明けました。7か2だと思ってるよ、俺は。うん、昨夜は誰も死にませんでした。発言ターンに入ります。2番のプレイヤーが発言します。やったよ。どういうこと？ああ、4番騎士なの？なるほど。まあ いや、じゃあ俺釣り飲むわ。俺釣った後、9番落としてほしいかな。俺9が狼だと思ってるよ。はい。やったよ。6番狼で、6番7番狼、6番9番狼の時って、俺に黒を打つ時って、67なら多分罪だと思うんだよね。67狼だった時って、もう9番が7を行くって言ってて、2番も7を怪しんでいる状態で、そこで2黒を出したところで、多分7番の視点って多分もう戦えないんだよね。だから盤面で見たら、発言から言ったら別に9番はそこまで黒いとは思っていないけど、9番かなと思ってるよ、俺は。はい。96狼の時の2黒だと思ってます。67狼の時の2黒はあまりにも弱すぎると思ってる。戦えないと思ってる。21神。はい。だから別に1番がもう9番を弾いてるんだったら、じゃあ俺釣っていいよ。俺釣っていいけど、俺釣った後は俺9番だと思うよ。はい。5番騎士だと思ったんだけど、4番騎士だったんだね。俺、5番ってだいぶ騎士ムーブだったと思うんだけど、5番って2、3の違いは役があるかないかって。2番だわ。2番を飛躍として認識していたから、5番だったら4番かんの。3番だったら俺、それ絶対拾ってると思うから、5番占いっておかしいと思ったんだよ、俺。で、なおかつ、この盤面って明らかに、2way の段階ね、1番でグッチョが起こってるのが濃厚なのに、あそこで騎士を出させてグレーを詰めるっていうのは暴論すぎるから。知ってるわ、6黒でも盤面的に6黒しかないから。はい。俺は9だと思ってるよ。以上。6しかねえのに、6。のプレイヤーが発言します。9?9? まあ9もあるな。まあ、2日目5番さんを守ったとしても、3日目に、まあ5番さんの黒は追ってなかったから出なかったんですけど、僕自身はね。5番守ればいいか。3番さんっていう人物が5番さんに対して、騎士ないだろう、あ、役ないだろうつって、じゃあ占うからなって発言残してるから、それは違うかなと思って。てるんだよね。で、一番さん噛まれて捨て声した場合って5番さんも漏れると思ったんで捨て声してこれはきついなって思ったら5番さん噛まれちゃったんで、まあどっちみちって感じだったかな。だから5番さん守っとけばよかったかなとは思ったけど、まあこれ結果論だから、ね、まあ難しい。あと1日生きることになったので、僕いつぼじで外すことは、まあ、今日一番さんに任せて、かなと思ってるけど、僕は、9番さんもそこまで白置きはできないかなと思っているかな。8番の2。残り2段階。まあ、難しいね。俺8番死んしても、むちゃくちゃ考えてるんだよ。勝った場合って3番があの日にグレー釣りじゃなくて俺は6黒って分かってるから確実な方を落としたいかなとは思ってるから、うん、とりあえず7級どちらかかなとは思っているけど、はい、まあ分からん。7番2番じゃねえかプレイヤーが発言します。はい、まあ僕は急投票しますよ。まあ理由2番さんが急投票するから、1番さんか4番さんが急投票したら、まあ、とりあえず今日安泰なんでね。まあ安泰か終わるか、まあ9で黒だったのか。ね、まあ別に2番さんでもいいんですけど、
ぶっちゃけ縄が増えたんで、まあ、2番さんがそういう発言でのも違和感ないかなと思ってるし、上市がね、すごい違和感持ってるんですよ。要は、1なんで連画しないんだって思った時に、盤面上の発言順かなと思ってるんだよね。発言順がどう、それを考えると、2番さんの紙っていうのも考えにくいかなって。これ7じゃねえか？発言の中では、俺って9番さんの今の発言は全部矛盾してる。あまり狼D のない進行を選んだかなと思ってる。7に縄届くかな、うん、狼D のない進行を取ったから、狼否定に入るかなっていう感じはあったんだけど、盤面上はなんか2番さんがここまで来て地釣り発言までして、で、内紙でしょ？ないかなって思っちゃってる部分があるし、2番さんは急投与して、俺も急投与すれば2票でしょ？いや、1、4の両方、1番さんと4番さん両方が俺に来ない限りは、俺が釣られないわけだ。ってなったら9投与しかねえじゃん。あとなんで9番さん投与したのかって？ぶっちゃけ9番さんの発言の時に、あ、俺が9番さん投与した時って何日だったかな？二日目か。あの、二日目に9番さん投与したんだけど、9番さん、あれ二日目じゃねえか、あれ三日目か。あれ、いや、俺7だと思うよ。俺釣られるかなと思って、使用時で2番、あ、そう、2番さん投与だ、ごめん。2番さん投与した。9番あるかな？のプレイヤーが発言します。ええと思うけど。いつ7番さん俺投票したんですか？はい。7番と、9番がどこで対抗を上げるかな。で、9-2 の精査は2が9行くから俺行くの7番さ2が行くから俺行くの全く精査する気ないんですが、これチンペはね怒ってるよ、これ完全にチンペ。まああんまりこういう考察は俺はしたくないけども、4番さんにちょっとだけ言ってきますね、うん、仮に俺が狼だったら絶対4番さん噛みますけど、なんでか1番ってもう9行かないって言ってるんで、そうよね。それね。はい。じゃあ、俺が一番噛むメリットは、4番さん、そこは少しちょっと考えてほしいかなと思っちゃいますよ。さあ、これ、狼、まだいけるからね、まだいけるけど、二縄回帰だからね、うん。せっかくいい盤面だったから、4番噛んでほしかったけどな。2番で俺が黒要素として、二縄を、なんか、上げてきた。そらなるでしょう。6が狼なんでしょ？じゃあ仮に6級狼だとします。6級狼。じゃあ俺は7に行くっていう発言を残してて、6番は9に行ってるんですよ。7が釣れるかもしれないのに。これでまだ6級狼で見えるんですか？はい。6番の相方としてふさわしいのは俺は7だと思ってます。今の発言からしても。やばいな。はい、7行きます。1番。のプレイヤーが発言します。うん、これめちゃくちゃむずいっすね。わかった、4番の話を聞いた上で9番の弾きやめるね。うん、9番の弾きやめる。弾くのやめた。2番、9番。あー、これどうする。まあけど2番7番って2番が9番行くから9番投票なんでしょう。うん、4番は7番か9番にいるんだよね。OK、7から落とそうか。あー、まずいな。7から落とそうよ、4番さん。2番はもう地釣りしたこと忘れて。9番も地釣り飲んだっていう発言で叩くのやめて。ただ2番に言っとくと、この盤面って7、9ローラーで勝ちだから2してんて。まあ確かに俺が9を弾くって言っちゃったから出た発言だと思うから、9弾くのやめるから。もう一回2番は9番の黒要素。7で終わんなかったらね。7で終わんなかったら2番は9番の黒要素。9番は2番の黒要素。7かなって思ったけど。6番とのつながり。7と思ったけど、わかんない。4番も7か9でしょう。7いったら負けそうな気する。7いこうか。4番さん、7と9の今の発言聞いたときに、どっちが黒だと思ったか。どっちでもいいわ。7、9どっちでもいいわ。どっち入れてもいいわ。4番さんどこ入れてもいいわ。俺と2と9で7で。はい。じゃあ別に意味ねえじゃん。4番どっち入れても。3票入るじゃん。頼む！せめてもう1段は回避してくれ！
まだ勝てるぞ、頼む、やめてくれ。投票が終了しました。狼っぽいお前は。追放されるプレイヤーは7番の遺言を発表してください。いやマジでセンスないと思う、この隠しろ、この村。言ったって言ったって。だってさ、言ったってくれ、あなたたちはロラ、うん、2視点はロラしたらいいよねって。いや、俺視点も急にロラしたらいいんだから、投票が重なりそうな子に投票するやろ。で、要素上げたやろ。何を聞いたの？進行してんじゃねえよって言ったって。だから急取り。なんでダメなの？今日投票重なりそうな。心に行くでしょ。しかも要素もちゃんと上げたじゃん、一応。一番最初俺7って言ったからね。投票を重ないそうな方、うん、くでしょ。ローラーしたら俺7投票したからね。俺もあれも考えたんだけど、ね。ほら、7投票。2番さんも俺投票してるよね。うん。もう分からんよ。それ勢いになってもこうなったら。これが人狼殺。分からんけどさ。俺もね、ぶっちゃけもうこっちだとか言えんけど、やっぱ、どこに要素があったの俺次。一番さん仕切ってるけどさ。ほんとポンコツやから残されてるよ。三釣りもそうだしね。まあ、三番さんに一つ言うのは、俺占いだったら、いらん。俺占いだったら三からつっても六からつっても変わらん。俺視点はね。俺三番さん深夜って言ってたけど。三番さん深夜っていうか六が偽やって言ってたけど、三番さんが死んだとして、俺占いやったら別に三つってもいいと思ってるよ。まあ、そんな感じかな。あ、二釣りね、ごめんね。俺二投票ね。九投票じゃねえ、ごめん。九番さんに言われたから九投票って思ってたけど、二投票ね。あの、要は9番さんに言われて、あ、なんだ、今日俺釣りかよと思って、グレーに釣る流れあったじゃん。グレー釣り入るなと思って、あ、俺か、じゃあ意思表示しとこうかなと思って占いじゃなくて2番さんに投票したの。さて、そしたら3番さん釣られるっていうね、まさか。夜が更けました。そうだね。人狼に気をつけて。これは占い師がキーポイントだったね。8番余計なことしたな、お前。これどうなるだろう。そうだね、個人的な感想では、もちろん狼勝ってほしいけど、これは通術書も出したから、俺は村にも勝った方がいいと思う。ただもう、やばいと思うよ、2番、9番。夜が明けました。昨夜は、1名の方が亡くなりました。新兵、いつポジ4番、9番のプレイヤーが発言します。新兵、いつポジ2がラストウルフだったんだけど、7番それ言うんだったら前の発言で言ってほしいよ。3釣った人がおかしいって言うんだったら、だったら7番さん、2番が3番入れてるから、なぜ俺を叩くの？お縄使って仕留めない霊能とか、ラジアクさん、それ言っちゃダメ。3入れてる方がおかしいんでしょ。じゃあ、あなた目線も2じゃないですか。これ、これはちんぺー、きついぞ。6に狼、6は、あの、村は勝てるよ。村勝てる、三神八狂人なんですけども。村勝てる、勝てる。はい、村勝てる。じゃあ2番3目線、なぜ3番に行ったのか。俺は2行くよ。実利したから。俺は実利したって言ってるから。もし行けないけど。いや、これ、過去一、面白い試合になったね。これは6、7が濃いと思ってたからね。6、2よりは。6、7の方が濃いと思ってましたよ。これ村片しやんねえと村増しで葬式になるぞ。これ村、村片さねえとマジで。何言ったかな。村で喧嘩起きるぞ、これマジで。村片さねえと。なんで8番潜伏してんだよから始まり、1番の進行で叩かれ、2番と9番のやり合いで叩かれるから、7番も切れるし、これ、村片さねえとやべえぞ。して5番余してんじゃねえよ。俺にはそれしか言えないから、6、7で見えてたんでね。はい、結果、6人狼でした。6人狼、8狂人です。はい、2番行ってください。1番のプレイヤーが発言します。6番さんは、これから2番さんが多分、あ、6番じゃない、間違えた。9番さんは、これから2番が多分9番の黒要素を上げて、9番、6番の提示の理由をめっちゃ話してくると思うから、それに対して答えてあげてください。はい、2番、9番はお互いに投票してください。はい。決戦にする。舐められてんな、俺な。舐められてんだよな。4番、9番の話聞きます。だから、2番、なんだよ、俺のことって。のプレイヤーが発言します。
これ、まあ、それは舐められるでしょ。2球ローラーで8、俺1点のに7釣りの進行取るんだから。うん。はい。そうだよね。そうだね。だから、行ったと思うんだけど、ね、じゃあ9番視点で、あそこで7番を詰めるっていう選択を取ることは、あの、もう3と6にどちらかが芯がいるのが確定していて、8番強靭って目線だよね。で、9番そこで7を詰めたんだよね。なぜなのに次の日にフラットに戻ったんだけどさ、6番の7投票してたらさ、勝ってたんじゃねえの？9番視点での3の新要素ってどこにあったの？7投票すれば勝ってんじゃん。3の新要素を上げるんだったら、俺は3の偽要素を昨日上げたよね。だそこを言うべきじゃないの。9番が村で、俺が狼で、26で黒囲いしてるんだったら、9番目線3番の芯がどこにあって、2番のここがおかしいっていうのがまず出てくる部分じゃない。9番視点で、2番黒って言うけど、じゃあ26のつながりってどこにあったんですか。そもそも9番が言ってた、6番が9に入れてるのに、6、9とか言ってたけど、そもそも、あの3日目の段階で、2日目か3日目か忘れたけど、あそこでグレー詰める進行ってないから。霊能が占い釣り切るっていう発言を落としていて、そこで6が9に入れて、9番がそこで6番が6球で6が9に入れるのって発言がそもそも全然白アピにも何もなってないから。うん、PP できたんよ、はい。いや別にじゃあ、逆にじゃあ9番俺のクロス上げてみてよ、なんか。ある ?3 番の新要素、6番の新要素ってあったの ?3 番と6番どちらかの新要素があったから9番視点って7詰め提唱したんだよね。はい。でも9番視点から新要素って何も語られてないからね。だからこれが、9番がもう PP をしに行ったんじゃない？どこからか3番がニセラっていうのが見えて。はい。それが6球です。まあいい試合。これいい試合になってることは間違いない。うん。うん。あ、それ面白いね。これチンペイが見つったらこれチンペイもうこれ、立ち直れないと思うよ。さあ、チンペイどうすんだ。チンペイに勝たしてやんないと、チンペイのメンタルもうズタボロになるから。あ !2 番。なんだびっくりした。のプレイヤーが発言します。チンペイ勝たしてもう言うことないです。7番は役職ポンコツって言ってたけど、あなたも結局、俺が黒だと思ってんでしょ。あなたもポンコツだから。9番。のプレイヤーが発言します。フラットになる理由はちゃんと話しましたけど、あなたは、8番の芯が全くない、8番は強靭置きしましたよね。なのに3投票してるんですよ。うん。はい。2番っていうのは3投票してる。うん。確かに。明らかおかしい投票でしょ。うん。確かに。もうごめん、通過できないわ。1番さん追加できる。はい。で、3の芯要素、6の芯要素上げてって言いましたけど、じゃあ2番さん、どっか芯、6番にせるでしょ。2番さんも3と8の新要素全く上げてないですけど、うん、同じことを言ってるんですけど、こんばんは。いました ?2 番さん。確かに、はい。じゃあ8番が仮にも新だったらなぜこんな動きをしたの？はい。うん、2番さん。うん、はい。それがフラットになった理由です。3番投票って明らかおかしいでしょ。うん、はい。2番言ってください。わからない。もうわかりません。さ、チンペイチンペイこれで、チンペイに勝たしてやろ。マジで、これ以上チンペイな、もうチンペイとやれない。これでチンペイ間違えたらマジでかわいそう。俺、せずに思う。これチンペイ勝たしていいと思う、マジで。チンペイをこれ以上マジで。ま、本当にいいのかチンペイ。投票が終了しました。わからんぞ。追放されるプレイヤーは、悲しいやれよ。人狼陣営の勝利です。